どうも、ツルのドラムのドンです。今週末ですね、9月19日に、行われます、ツルのオールタイムクラシックス京都タクタクで行われますね、ライブでございますが、今回オールタイムクラシックスは各ライブ、各アルバム1枚を全曲やるっていうね、そういう、イベントになっておりますけども、今回は京都タクタクはダンディダンディダンシングを全曲やるというねことになっております。ミニアルバムですね、5曲入り、それいつずいぶん前に出したんですよ。で、何年だったのかなって見てみたら2007年ということは今が21年なので14年前ですよ。まずね、ツル素敵 CD ファーストアルバムですね、まあ、8曲入りかな、ミニアルバムですね、あれもね。で、次がロマン CD、 これがフルアルバム、初めてのフルアルバムで、次にダンディダンディダンシング5曲入りを出して、次がメジャー1発目、情熱 CD つながっているわけですね。このメジャー行く前の、我々インディーズ作品ね、メジャー前のインディーズ作品ですよ。これがね、すごい5曲なんですけど、非常にね、この鶴のね、やりたかったことを象徴してますね。この5曲のこの、幅、曲の幅がね、半端ないですよ。ダンディーダンディーダンシングでしょ、2人でカフェオレ、夢の続きを、笑わない月、電話っていうね、どうもすごいジャンル、もうぐちゃぐちゃで、そうなんですよね、こういうのがやりたかったんですよね、やっぱりね、一つのジャンルにとらわれないっていう、なんちゃってで、いろんな雰囲気をね、こう出したいバンドだったんですよ、3人でね。そう、そんなね、ダンディーダンディーダンシングですよ。なあ、ダンディーダンディーダンシングで覚えてるのはね、やっぱりね、あの鶴ヶ島市のね、ファミレスでね、3人で歌詞を考えたんですよ、やっぱりね。ダンディーダンディーダンシングもそうだし、2人でカフェオレもね、よく覚えてるんだけど、2人でカフェオレできた時はね、もう歌詞やばい、すごい、我々すごいんじゃないって思ったような気がするので、その2人でカフェオレを作ったあたりで、あのカフェオレのね、飲み物のカフェオレあるでしょ、あれの CM が流れたんですよね、テレビでね、白黒つけないカフェオレみたいな、いや、それ俺らが言ってたやつじゃんってなったんだけど、どっちが先かちょっとわからないです。我々が先だと勝手に思ってますけど、実はそれを聞いて俺ら作っちゃったのかな。ちょっと怖いですね。時系列はあまりちゃんと調べないようにしようと思います。そういうわけでですね、ダンディダンディダスティン、これをね、また京都でやるっていうね。20何歳だ?5、6ですか?そうだね、14年前だからね、26ぐらいだよね。あ、秋野くんはこの間ね、誕生日を迎えて40になりましたから、26ぐらいの時の作品をね、やるっていうね。今日まさにリハだったんですよ、そのダンディダンディダンシングをね、やったんですけど、難しい、昔の曲の方が鶴難しいのかな、なんかすごいね、難しいですけど、そのね、再現性がね、当時よりも上がってます、やっぱりね。だからすごいかっこいいダンディダンディダンシング見せられるんじゃないかなと思っておりますので、よかったら、京都タクタク、ぜひ皆さん、見に来てください。配信もね、あるので、そちらも楽しんでいただけたらなと思います。それでですね、僕は毎回この動画でね、イントロドンくん、ドラムでイントロドンくんっていうのをやってます。ドラ
ラムだけを聴いて、何の曲か、当ててもらうっていうねクイズですね。はい、今日はこの曲を演奏したいと思います。何の曲か当ててみてください。今回は簡単だったかなと思いますが、何の曲だったのか、次のね、タクタクのライブ見てもらって、何の曲だったのか当ててみてください。ということでですね、今週末京都タクタク、9月19日に行われますね。そちら皆さん配信で見ていただく方も、会場来てくれる方もぜひ楽しんで見ていただけたらと思います。それでは9月19日にお会いしましょう。バイバイ。